い、先々な、元新潟人の飲酒動画。今日はですね、つまみというか、夕食にですね、お好み焼きを、ね、焼きました。ちょっとですね、切り方が、ちょっとキャベツ入れたんだけど、切り方がですね、ちょっと、もうちょっと細かく切ればよかったんだけど、でかくなっちゃって、なんか、ちょっとあれですけど、不格好なんですけど、まあいいや。でですね、今日飲むのは、ニッカハイボールのゆずみつですね。果汁が 0.1%、アルコール度数 7%。原材料がウイスキーと蜂蜜とゆず果汁と糖類と酸味料と香料とカラメル色素。となっております。蜂蜜を 0.4% 使用しております。って書いてありますね。今日ですね、この照明をですね、ちょっと高かったんですが、なんだっけ、あれに変えました。なんだっけ、あれ。ドアスでしたけど、あれに変えました。電力が少なくて長持ちするやつ、ね。あれ、なんつうんだっけ。白熱灯が普通の今までのやつで、で、あ、LED ね。LED に変えました。で、多分結構明るくはなってると思うんですけど、どうでしょう。そう、じゃあ乾杯。ただですね、ここのリビングというか、のですね、電球がですね、一般的なやつだと、だいたいリビングって輪っかのやつなんですけど、ドーナツ型のね。なんですが、ここはですね、電球、普通の電球丸いやつ。あれがしかくっつけられなくて、で、まあ、2600円ぐらいの LED のやつ買いました。ちょっと高かった。後で、考えたら、普通にAmazon で買った方が安かったっていう。はるかにアマゾンの方が安くて。なんだこれ。これはなんか、あれですね。ハイボールが、結構甘めです。で、これ結構、この、お好み焼きも、それなりに、美味しい。まあ言うて具材キャベツしか入れてねえんだけどさ。以前お好み焼きを失敗したって話しましたが、あれは失敗した理由が分かりました。どう考えても、お好み焼き粉が足りなかった。お好み焼き粉を1カップに対して、入れる水の量が、俺1カップ入れてたんですよ。で、見間違いで、本来は2分の1カップらしい。ね。塩は入れなくていいっていう。つまり、水が1に対してお好み焼き粉は2入れなきゃダメってことです。だから全然固まらなかった。
うまいうまい。ちょっとキャベツがでかすぎるな。それぐらいや。あとは普通に美味しい。まあこのゆず蜜も結構甘くて飲みやすい。ですね。なんかどことなく蜂蜜レモンっぽいあの味がする。あの、うん。なんかよく売ってる蜂蜜レモンのなんか飲み物の味がしますね。うん、美味しい。うまい、うまい。上手で。うん。まあ、お好み焼き、これ2回目ですか。うん。まあ、2回目にしたら結構よくできた。1回目失敗したけど。うん。まあ、あと具材をもうちょっと細かくみじん切りにした方がいいな。うん。うん。あと、キャベツ入れすぎた。うん。キャベツ入れすぎたね。どう考えてもね。うん。明らかにあの、液体の量と、合ってなかった。キャベツもうちょっと少なめ。うん。うん。うまいうまい。うまいっすよ。でもやっぱお好み焼きっつったら俺はあの結構ご飯と一緒に食うのが好きなんでご飯がな欲しいっすね。あとちょっとこれ硬すぎるな。焼きすぎたな。多分火が通りすぎて硬くなってる。もうちょっとこの目焼けってもうちょっと柔らかい。うん。うん。まあまあ。まあ料理っていうのはね。うん。まあ失敗があるからこそ。まあ面白い。また次にね、つないでいきましょう。うまいうまい。ああ、うま。腹減ったからさ。いや。うん。うん。前なんかテレビであのソース特集みたいなのやってたんです。で、俺が使ってるソースがいわゆる
お好み焼きソース。これ、おたふくソースの、おたふくのお好みソースってやつなんだけど。まあ、これ有名です。うん、まあ、お好み焼きっていうと、おたふくが有名なのかわかんないけど。まあ、一応老舗メーカーなんでね。うん。それを買いましたけど。ただ一つだけ、普通のトンカツソースとか。で、俺が好きなブランドがあるんですけど、ブルドックですね。うん。一応関東というか新潟人だから、ね。東と西で分かれるらしいですね。ブルドックソースなんて西だと、全然知らない、らしいんですが、まあ東だとかなり有名なのかな、ブルドックはね。うん。ブルドックソースの本格ソースは、大好きですけど、俺はね。うん。やっぱブルドックっすよね。ソースといったらやっぱブルドック。うん。なんですよ、僕は。うん。今日、あれ、ゆで卵しか食ってねえからな。腹が減ってさ。ゆで卵にマヨネーズかけて、食ったぐらいですよ。三つぐらい。うん。うまい。ブルドックソースに、お好み焼きのソースとかないのかね。やっぱり、ソースって言ったらブルドック。うん。いや、関東人とか、東北とかの人は、絶対そうだと思う。うん。ソースといえばブルドック。うまいからね。うん。多分、おたふくソースは、西だと思うんですよ。まあ結構味覚が日本でも東と西じゃ違いますからね。人間のね。うん。東はちょっとしょっぱめの。で、西はちょっと甘めのね。これもだって、おたふくソース、これ。結構甘いもん、これ。うん。個人的にもうちょっとしょっぱいのがいいんだけど。うん。ちょっとなんか甘ったるいっていうか、ちょっと砂糖が入りすぎてる系の、うん、ソースですね。うん。まあ。うん。まあ、こういうのもありだと思うけど、やっぱりちょっとね。新潟人としては、元新潟人としては、うん。もうちょっとしょっぱいのがいいな。うん。と言われました。あ、うまかった。ということで、こちらですが、今日18。
甘いですね。香り、まあ、うん、まあ、うん。ただこれ、ウイスキーって、言われないと、ウイスキーってわからない。これ、ハイボールって、わからないに近いですね。ほとんどウイスキーの味がしない。うん。まあ、そこが、うん、ちょっとあれあるな。うん。はい、ということで、3433です。ご視聴ありがとうございました。